松田学ですニュース解説ということでアメリカの国務長官ポンペオ国務長官ですね7月23日にですね演説をしましてあのこういったアメリカの要人の演説として有名なのはですねあのペンス国務長官がです、ね、あの中国に対するアメリカのスタンスを180度変えた演説これが有名ですね。でえーまあ、今回は 国務長官なんですが、このポンペオ国務長官も対中強硬派と言われているわけなんですが。 もうアメリカも全体が対中強硬派になってるんでですねでその中でこの出てきたこのポンペオ長官の演説というのは非常にこの舞台装置も非常に象徴的な場所をわざわざ選んでましてわざわざカリフォルニア州にあるニクソン大統領図書館というところに行ってですねでニクソン大統領といえばあのアメリカが中国に対するエンゲージメント政策あの突然の訪中で、えー 米中関係がですねこの開かれた、えー、そういう世界をと言わせたニクソン大統領で、そこに行って、ですね、えー、わざわざやったっていうのは、これはあのもう時代が変わったと、転換なんだということのですねこの象徴する場所にわざわざ行ったと、でそこで、えー、もうあの中国に今、強硬路線どんどんやってますね、南シナ海に進出したりとかいろんなことやってますね、そういうのをやめろという、この狭そういう方針を転換しろと。そしてどうもこの 中国共産党の体制そのものに問題があるんだっていうことを示唆してるんじゃないかというふうにこの演説は受け止められています言及されているのは中国が変わらなければ世界は安全にならないかつて中国に門戸を開いたことでフランケンシュタインを作ってしまったではないかと心配しているっていう言葉まで引用されて言及しているということがありまして で、この長年のアメリカの政策に完全に終止符を打つという、非常に大きな象徴的な、まあ、あの演説であるという受け止め方がされています。で、この中国は、今日中国共産党は、あの旧ソ連と同じ過ちを繰り返しているんだと。 でレーガン元大統領が信頼ソ連を信頼せよしかし、確かめよと言ったのに、えーまあ、そ,うやってそう言って冷戦におけるソ連と向き合ったんですが今回、ポンペオ国務省が言っているのは中国に関して言うなら信頼するなそして確かめよと今極めてこの強い否定ですね。で、このまあ解釈なんですが、まあ、ポンペオ国務長官はそこまではっきりは言っていないそうなんですけれどもでもやっぱり中国の体制転換 というのを視野に入れてるんじゃないかという受け止め、受け止め方がされています。まあトランプ政権始まってすぐにこの米中貿易戦争、貿易戦争が始まったんですが、もはや貿易戦争のレベルではない外交戦争まで来てるんだという受け止め方もされてますね。えー、これはあの、えー、従来よりちょっとバージョンアップした、もうはっきりこの中国とは戦うぞという意思をですね、アメリカが示したものだと受け止めるべきだと思います。 まあ一部にはですね貿易戦から外交戦に移ったと外交戦というのは本当の戦争の前哨なんだという受け止め方もありますんで、まあ、中国でもですね、まあ、あ,のある方のここチャンネルに出られた方の話ではもう去年ぐらいから習近平が戦争って言ってたというような状況でかなりきな臭いような ことを思わせるるよようなそういううななそいいい状況がが今米中間で出てきてき感じがいたしますで私はここでちょっと注目しなければと思うんですがあのアメリカは別に中国そのものと中国の人民と敵対するつもりはもともとないと思うんですねそうではなくてやっぱり中国共産党の体制が良くないんだと全体主義体制でこれがいろんな問題をもたらしている例えばあの情報技術もそうですね、えーつま、あのいわゆる市場経済自由市場経済で個人情報を守るというパラダイ とは違って国家の統制で個人情報も使えるビッグデータを国家が自由に使えるっていうことになるとこれも競争にならないわけですね。でここのパラダイムそういう技術的な面でもう中国に対してこう徹底的に体制を変えてもらわないと。 これはアメリカ自身が本当に困ってしまう西が自由主義諸国が困ってしまうという段階に来ているというのも一つあろうかと思いますでそういったことで,です、ね、悪いのは中国ではなくて共産党全体主義体制でしかもこの習近平になってからです、ねえーまあ、あの習近平は毛沢東を目指していると言われているようにです、ねえーまあ、前の胡錦濤なんかと比べて明らかに全体主義の傾向が強まっているということで でアメリカが求めてるのはもう中国をやっつけるっていうことではなくて共産党に昔小平が、えー、東高妖怪と言ってたじゃないかとああいう時にもっと賢い中国賢い中国共産党として振る舞ってほしいということだというメッセージであるというのはです、ねえーまあ、このチャンネルでも前江崎道夫さんがそんなふうに言ってたことがあるので、まあ、あの江崎さんなんかはですねあの中アメリカにとって重要なのは 中国でで儲けることであるこことととあには変わらないんだと14億人のマーケットがあるとだからアメリカがもうとにかく中国と完全に分断するっていうことでは必ずしもなくて、えー、ただあの情報技術だとかそういう本当に戦うべきところでは戦っているそこは徹底的に日米で組んでやるべきだというふうな言い方をしましたじゃあアメリカの対,、えー、対中国要求っていうのは、えー、まあ彼の整理ではですね、えー、もうアメリカ 中国はアメリカに対して毎年40兆円のですね黒字を上げているとその黒字がドルペッグ制の下で中国人民元いわゆる軍事費の原資になっているとだからその黒字をやめてくれでその黒字は不公正な貿易の結果生まれている黒字なんだという言い方をしてまして江崎さんはですねでこの不公正の原因というのは3つのダンピングにあるというふうに彼は言ってましたで一つは知的財産を盗む 2つ目に奴隷労働という言い方をしましたね、えー、これはあのウイグル、チベットとかいった問題も含んでいるわけで、これ低賃金労働になると、低賃金ですね、3つ目に環境問題、まあ、汚染対策をしないで、その分コストをかけてないで、これによって中国は不当に安く売ってる、だから不公正だ、これを改めろ、やり方を変えろというのがアメリカの言い方なんだということだろうと思います。えーまあ、あのアメリカはもともととですね 先般茂木誠先生と対談したときも、えー、もともとペリーが来るあの頃からですね、まあ、あのアメリカはもうカリフォルニアまで開拓してそして太平洋に向かって行き先は中国でやっぱりヨーロッパ勢が先に入った中国にアメリカも潜り込もうということでその寄港地として日本に開港を迫ったという流れはこれは有名な話ですけれども中国に対する関心がすごく強い国なんですね。だただこのの中国はの マーケットは失う気はないけれども中国共産党のやり方をやめてくれとでこれはですねアメリカとして明確に今回そのスタンスを打ち出したのがポンペオ演説なのではないかとで場合によってはですねアメリカはギリギリと今中国に貿易戦争から始まってですねソ連に対して経済面でこの軍事パリティを目指すために どんどん軍拡をさせてソ連経済を疲弊させてソ連を崩壊させると今回も中国経済を疲弊させて中国共産党体制の崩壊を目指しているこれがアメリカの真,理真意なんではないかということは前々から私も指摘してきたことなんですけれどもいよいよそのアメリカの真意がはっきりと示された演説なんじゃないかなというふうに思います。 ということで、これ、米中対立がいよいよ本格化してきたという流れの中で,です、ね、これ、本当にどういうふうになっていくかです、ね、ま、え、す、ー、ますます我々としてはです、ね、米中いずれかの不明を迫られているという言われている経済界も含めて、この動向をきちっと見ていかなければいけないなということで、今回取り上げましたどううもありがとうございました。